やっぱり人間、ちゃんとした料理を食ってこそだな。それで、何から話す？レイはどこから来たというのです？今までで一番わけわかんねえこと言うからな。俺は空の向こう側からこの星に来た。空の向こう？この星？山の向こうに別の町や村があって、川や海の向こうには別の陸地があるだろ。そして空の向こうにはこことは別の世界がある。星の世界？どの星ですか？落ち着けって。とても人の目には見えない星だ。あまりにも荒唐無稽すぎる。本当ならこの星の人間が何百年もかけて理解していく話だからな。俺は星と星を行き来する運送業をやってて、デュマはその積み荷だった。俺の船イーダスがよその星の軍艦に落とされて、この星に避難してくることになった。俺が探してるのはそのイーダスのクロエってクルーだ。行くぞ。ゲット！準備した方が良さそう。エネルギー残量不足。構成反応。発動停止。安全は確保。何か落ちたわ。木が多くて視界が狭くなるな。なあ、道合っているか？はい、こっちだ。合ってますよ。危険が多い。気を緩めるなよ。あっけらめ。こっちよ。実用度。構成反応、活動停止。はあ、行こう。木が茂ってないだけ進みやすいな。
ものか。止め、行くぞ。ケガ人は？アクセラ出力停止。やだ。決める。食らえ。どんなもんだ。俺に任せろ。ここからは私が。姫、西側にあるのがラーカスの村。西ね、分かったわ。ふう、村に着いたらゆっくり休みたいぜ。分かったから貴様はおとなしくついてこい。やっと着いたか。こいつ隠した方がいいんじゃないか。目立つだろう。ここだな。いらっしゃいませ。旅の方ですか？お疲れでしょう。どうぞごゆっくりおくつろぎください。少し散歩でもするか。お前も寝つけねえのか。考え事をしているだけだ。貴様と一緒にするな。旅の仲間だろう。あんまりつかかんなよ。誰が仲間だ。そうそう、夜遅いんだから大声出すな。お忍びなんだろ。貴様に限らず、姫は誰にでもお声をかけられる。親しみのある王族といえば聞こえはいいが、気安さは頼りなさの裏返しだという者もいる。私の飼ってる猫だよ。チャチャムは高いところが好きなの。私じゃ行けないところにいるのかも。だから探してきて。この辺りで一番可愛い猫だからすぐわかる。どうしました？寝つけないのですか？ああ、ちょっとな。眠くなるまで散歩をしていたんだ。申し訳ありません。無理に我々の事情に巻き込んでしまって。久しぶりに手足伸ばして寝られる。体操の仕事より楽だったな。綺麗な紙に何か書いてるみたい。でもよくわかんないからお礼にそれもあげるね。